皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。だー、はい、ということで本日は特に引きたいガチャがないので、モンスト界隈のニュース、まあ、いわゆる裏モンストニュースをね、ちょっと取り扱っていけたらなと思います。今日はね、そんなにダークなものじゃなくて、もうタイトル通りなんですけど、中の人が卒業したということで、ちょっとそれについて触れていこうかなと思います。中の人って言ったら結構いるよね、未だにね。サナパッチョさんもそうだし、刺身さん、パナエさん、リエックスさん、ルナチュさん、リルキーさん、テルーマンさん。そこら辺が大きいところかな。合ってるよね。あと雪の神さんと竹鳥さんか。こう考えると、上げてみると結構多いんだね。はい、そんなわけで、その中の、中の人の一人であるルナチュさんが昨日おとといに X で卒業しますということでポストしていらっしゃいました。多分見ていない方もね、多分多いのかもしれない。かくいうぎこちゃんも気づいたの実はさっきなんだよね。気づいてなかった、気づいてない人も多分多いと思うんで、まあ取り扱っていこうかなと思っております。それではやっていく。はい、本当はね、柴田のさ、救いたいみたいな、ルナチュみたいな感じのノリで撮りたいかなと思ったんだけど、撮ろうかなと思ったんだけど、まあ、ちょっとあれはあれでもう古いかなと思って普通に喋っていこうかなと思います。喋っていこうかなと思いますって言いつつも、俺別にそんなね、詳細を知ってるわけじゃないし何も知らないんだけど、まあ、とりあえず中の人を卒業されるよっていう、そこをちょっと触れていこうかなと思っております。しばらくルナチュは休んでましたよね。中の人の活動を1ヶ月くらい休んでたのかな、ちょっと覚えてないんだけども、でしばらく休んだ後に昨日おととい急にね、卒業ですということでポストされてました。はい、でその卒業ポストに対して他の中の人がすごくあったかいリプを送ってたよね。みんなありがとうございましたみたいな、すごいあったかい輪なんだなって思いましたね。バッタのリングね。はい、ぎこちゃんが無理やり卒業した時は、誰もね、優しくしてくれなかったんですよね。寂しいな。それは置いといて、はい、まあ卒業されたということで、知らない方多分多いと思うんですけど、ルナチュ自体はめちゃめちゃゲーム好きで、実はね、 X のアカウントも多分メインなのかな、あっちが中の人のアカウントとメインアカウントっていうのがあって、ルナチュ応援してたんだけど他に応援できるアカウントないかなって探してる方多分いらっしゃると思うんで、概要欄に貼っときますよ。はい、もう一個貼っときますんで、小沢ルナさんの X フォローしてあげてください。フォローしてあげてくださいっていうか、まあ、俺別に一度も会ったことないんだけどね。一度も会ったことないし関わったこともないんだけど、なんか前向きな、優待だったなというふうに思うわけですよ。今後多分ね、いろんなゲームで姿見れるんじゃないかなと思いつつ、まあ、ちょっとね、この動画を通してね、お誘いしようかなと思っていて、はい、まあ、この動画を見るとも限らんけど、多分見ないと思うんだけど、はい、いやー、ルナチュよ。ストグラでも始めないか。ストグラでな、アンブレラっていうチームがあるんだよ。そう簡単には入れはしない。入れはしないが、俺と、マスオさんと、一緒に、ストグラ始めないか。そして、アンブレラに入らないか。アンブレラのリーダーは、ウェスカー。なんだけど、あいつね、実は俺知り合いなんだよ。あいつね、昔ね、旅行とか行ってたんだよ俺。めちゃめちゃいいやつなんだよ。一緒に温泉入ろうって言った時も、一人だけあいつ寝てたんだよ。ふがふが言ってたんだよ。俺とツッチとマスオさんはちょっと困ったけど、気持ちよさそうに寝てるから、そのままにしてたんだよ。ずっと車の運転もしてくれてな。めちゃめちゃいいやつなんだよ。そんないいやつがアンブレラのリーダーなんだよ。ルナチュ、もう一度言う、ストグランを始めてアンブレラに入らないか。俺いつまでも返事待ってるよ、ルナチュ。人生はまだまだこれからだ。楽しい人生目指して頑張ろう。会ったことないけど。以上、ぎこちゃんでした。バイバイ。